所長はあれですか、休日はだいたい野池という野池を攻めまくるんです。いや、この時期だいたい外に出ないですね。外に出ない、外には出ない。これ珍しい、珍しい、かなり休日のこの寒い中野池で釣りは珍しい、珍しい、相当珍しい。どちらかというと夏場タイプ、夏場タイプ、寒い時期は冬眠に入るような感じ。冬眠に入る。家でモンハンやってます。あ、モンハンですね。みんな大好きモンハン。人狩り行っちゃう感じで。ハンターランク97ですからね。お、さすが所長。何をやらしても人より上を行く。次は何のルアーにチェンジですか。次もバイブレーションなんですけど、はい、でっかいやつ、この間あのダイワさんから発売されたルアーなんですけど、はい、見えるかな、はい、DD バイブレーション 108SLCD。 ほう、なんかロングキャストできる、深いところを探れる、はい、これですね。ああ、ただあの冬場っていうのはなるべくこっち側の方角で言うと北側になるんですけど、北側のディープを狙った方がいいですね、はい、北側のディープ日がどうしても南側に傾いてるんで、はいはい、1日日が当たるポジションというのは北側なんですね。難しい、ちょっと落ち着いてきましたね。本日水温8度、8度、氷水温 6.6 度ですね。もうねこそっと調べてきましたね今。ド M よね。そうですね。そして今チラチラと雪が舞い出すという。もうかなり追い込まれてきた感じ。開始30分ぐらいですけどね、まだ何やってんだぐらい。なんか今フェイクですか。北ぞ感出したっすね今。コンって。分かった。そしてなんかやり替えてますね。ダウンショット。ダウンショット。うん、ちょっと。あ、どうしたの、そっちに。ね、あんまりあっこ沈まないんですよね。ああ。1メートルぐらいポンと落ちてるはずなんです。なんか物がいっぱいある。手応えありですか？なんかあの第一アングラーの人もだいぶちょっと話折れかけですよ。寒そうですね。ボッキリってそんな感じ。もうあれですか、ソフトに。いや、
もうちょいハードゲイで、ハードゲイで粘ります。ハードゲイで、こちらがタックルボックス綺麗ですね。これやろ、はい、昨日買いました。あ、昨日買った。もしかしてトライアル？なわけない。フィッシングじゃキャスティング、キャスティング、コナミ店、コナミ店で購入、購入703円、703円、うん、リーズナブル、リーズナブル。次はいいですよ、こ次はおこ TN と見せかけて、はい、これ TD バイブなんですよ。おプロズバイブレーション、これもう売ってないです。売ってない、ハイワン、うん、奇抜なカラー。そうそうそう、ジャッカルとダイバーのコラボでできたルアーで、この間話してた。そう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 、これがね豪華に使っちゃう、豪華に使っちゃいます。目がかり上等です。こう糸がついたら、糸がついたらルアーがそこについたら、はい、ラインがふわーっとこうたわむんで、そしたら、ね、はい、ラック取ってあとはもう繰り返し。出ちゃいませんよみたいな。そんな音が、ね、せっかくの所長のおもちゃが。そうそう、これ充電してねえよ。あ、続きました、これ沈まね、沈まないタイプ、なかなか沈まね、そこ取れねえ。ということでポジションチェンジ、ポジションチェンジ。お、軽快に。おおもう顔に来てますね。手袋を忘れるというみたいですね。ミスから始まる。なんかマジで降りそう、うん、我慢の釣りですな。耐え忍ぶのみ、耐え忍ぶのみ。来ました、来ました。お、ついにゲット、ついにゲット。おお、釣れがかりか。え、あ、お尻にかかっとる。おお。そんなそんなことありですか。ありあり、よくあるパターン。あるある、この時期はよくある。お尻にガブリ、ガブリ、ガブリじゃないねこれ、うん、なんかあんまり。おお。ちょっと待って、はいはい、来ました。象徴、象徴ゲット。象徴、さすが、さすが。これまたなかなかのいいサイズ、いいサイズじゃないですか。また行き、本日のバスちゃんのサイズは、バスちゃんのサイズは、サイズは
また41。41。41。さすが所長41キラー。41キラー。これもなかなかのナイスボード。帰ろう。所長ちなみにさっきはなんで、何だっけこれ。ワンバイブのアンサー。はい。メーターが取れてるんですけど、これもともとあのシーバス用のルアーで。ほうほう。海でボートとかで普通普段使ってたんですけど、ちょっとボロいから今回なくしてもいいようにこれ使ったんですけど、はい、メタルバイですね。メタルバイ10何グラムかある、2分の1オンスぐらいかな。これをもう投げて30センチぐらい、竿先30センチぐらいずっとしゃくってて、ただコーンとまあケツに引っかかってただけですけど、はい、バスの、まあ、それでも一匹一匹、そうですね、まあ、そこにいること間違いない、間違いない、バスがそこにいることは間違いない。来た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 、おい、ガブリ来ましたね。ガブリ行ったね。もう血が出よう、ちょっと早めに。じゃあちょっとリリースしましょうね。行った行った、帰った帰った、おー帰りましたね。やりましたね、所長。やったね。さすが、やっぱ猫さんとは全然違いますね。いや、持ってるもんがね。やっぱ一回行けば、だいたい一本あげる。あげますね。そこはやっぱ猫さんがまだ研究員の、研究員たるゆえん猫だよね。そうそうそう。副所長にすらなれない。なれない。理由はまあそこにあるわけですね。ラストイットいきまーす。そう、いけい。ついに一周回ってスタート地点に戻ってきました。じゃあこうやんわりこう締めながらちょっとラストイット、ね、本日はまあ今日、気温が多分何度ぐらい、今日 5度とか、ね、多分そんなもんでしょうね。5度6度ぐらいですね。そうそうそう、まあ皆さんはもうこんな時はこういう冬の水温がもう5度6度とかもう4度下回っちゃう時は、出張りに行くか家でじっとしてた方がいいと思います。寒いですもんね。そうそう、もう釣りなんか行かなくていいと思う。顔面がちょっと割れそうなぐらいパリパリですからね今。耳も痛いし手は乾くし、そうですね、唇はパリパリだし、年末だし手袋つけてないですからね。大体皆さんあの大掃除してる頃ですからね。そうですね、大掃除、年末の買い物に行ってるさなか、そうさなか釣りに勤しむと、ね、もう離婚の危機ですよ。所長まだまだ新婚、新婚2年目ですけど、分かんないですけど、うん、もしかすると今日もこっそり仕事という体でっていう話もありますけどね。そうそうそう、らしいね、うん。まあでも本当一匹釣れてよかったね。そうですね。